かです。ゆらりです。ひめかです。アリアです。今日は変な校内放送ゲームをやりたいと思います。イエーイ。この変な校内放送ゲームは言うことが7種類あって、普通の校内放送はピンポンパンポンって最初鳴るんですけど、ピンポンパンポンピンって言ったら行こうやっていうツッコミを入れて、なんかピンポンパンポンピンみたいな指を指して、その人がそのツッコミを行こうやっていうツッコミを入れて、他にも7種類あって、2個目がピンポンパン、1個少ないやピンポン、誰か来ましたよポンピン、来ましたよ誰か、ピンポンパンライス、ファミレス行ってピンポン押して店員さん呼んでハンバーグ定食頼んでパンをライスって聞かれてるやっていうゲームです。あとピンって言ったら背筋伸びてるやん、ピンが5回続いたら背筋伸び切ってるやって全員でこうやって言いますっていうゲームです。やっていきます。イエーイ。ゲームをやって一番下手くそだった人が罰ゲーム、罰ゲーム受けるので、今から決めていきたいと思います。一発芸は、いや絶対一発芸、布団が吹っ飛んだぐらいしか言えない。気づかせるこちょこちょ、あ、いいじゃん、まずこちょこちょにしよう。あ、じゃこちょこちょに決定。なんかさりげなく言ったこちょこちょが採用になりました。これは頑張らなければ絶対ない。ではせーの、どうぞ。ピンポンパンライス、ファミレス行ってピンポン押して店員さん呼んでハンバーグ定食頼んでパンをアライスって聞かれてるやん、ピンポンパン、1個少ないやんピン、背筋伸びてる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 、伸びきってるやん。4回だよ。4回。次か、次か。変な校内放送ゲーム。ピンポンパンポンピン。1個多いやん。ピンポンパン。1個少ないな。ピンポンパンナイス。ファミレス行ってピンポン押して店員呼んでハンバーグ定食頼んでパンオアライスって聞かれてるやん。ピンポンパンライス。ファミレス行ってピンポン押して店員さん呼んでハンバーグ定食頼んでパンオアライスって聞かれてるやん。ピンポンパンポン。ん？違ってる。普通のになってる。変でもなんでもない。変でもなんでもない。はい、ひめかちゃんがもう一回。はい。ピンポンパンライス、ファミレス行ってピンポン押して店員さん呼んでハンバーグ定食頼んでパンオアライスって聞かれてるやん。ピンポンパンポンピン、1個多いやん。ピンポンパン、1個少ないやん。ピン、背筋伸びきってるやん。ピン、背筋伸びてるやん。ピンポンパンライス、ぐたぐた。ファミレス行ってピンポン押して店員さん呼んでハンバーグ定食頼んでずるい、パンオアライスって聞かれてるやん。ピン、背筋伸び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 きってるやん。できた。イエーイ。背筋伸びきってるやんってバレました。あれ、なんか一個変だなって思った。2回戦目行きたいと思います。じゃあ私から行きます。変な校内放送ゲーム、イエーイ。ピンポンパンポンライス、ファミレス行ってピンポン押して店員さん呼んでハンバーグ定食頼んでパンお笑いして聞かれてるやん。ピン、背筋伸びてるやん。ピン、背筋伸びてるやん。ピンポン、誰か来ましたよ。ポンピン、来ましたよ誰か。ピンポンパンポン、一個多いやん。ピン、背筋伸びてるやん。ピンポンパン、一個少ないな。ピンポンパンポンナイス、ファミレス行ってピンポン押して店員さん呼んでハンバーグ定食頼んでパンオアライスって聞かれてるやん。ピン、背筋伸びてるやん。ましたよ。ピン、背筋伸びてるやん。ポンピン、来ましたよ誰か。
個少ないな。ピンポン。誰か来ましたよ。ピンポンパンポンライス。ファミレス行ってピンポンして店員さん呼んでハンバーガー定食頼んでパンオアライスって聞かれてるやん。ピンポンパンポンピン。一個多いやん。ピンポンパン。一個少ないやん。ポン。ポン。一番下手だった人、指を指していきます。せーの。で、姫香に決定しました。イエーイ、イエーイ。3、2、1。あー、姫香首根が回ってるか。じゃあ一番下手だったのはひめかでした。ひめか。今日の動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。